はい。この度イ再生いただきましてありがとうございます。スモールビジネス特化の学び屋、このはやです。初心者のスモールビジネスオーナーに向けてパソコン教室、各種ワークショップ、カルチャーセンター運営などをしております。今回のテーマは公園での外遊びを楽しめる道具についてでございます。どうですかね。休日遊びに行くとしたらどんなところに行くでしょうか まあ、よくあるのはやっぱり動物園であったりとか水族館であったりとかあるいは遊園地とかショッピングモール有料の遊び場といったところにですね休日遊びに行くんじゃないかなというふうに思いますで中でもおいいなと思うのが公園ですよね公園、まあ、動物園とか水族館とかその他のところっていうのはやっぱりねお金がかかっちゃうじゃないですかただ公園っていうのは、まあ、基本的には無料で 利用することができるので、やっぱりいいですよね。特に晴れた日なんかはやっぱり公園がいいですよね。で、公園の中には遊具があったりしますよね。遊具がある公園だとその遊具で遊んだりすることもできます。あるいは遊具がないところであったら、鬼ごっこしてみたりとか、あるいはかくれんぼをしてみたりとか、そういうこともできたりしますよね。ただ、鬼ごっことかくれんぼとか、あるいは遊具で遊ぶのもいいんですが、 自分でですね、道具とか、おもちゃとか、グッズとか、そういったものを持っていると、まあ、よりね、公園を楽しむことができますので、今回はですね、公園をより楽しむことができるグッズということでですね、ご紹介していきたいと思います。ということでですね、早速、外遊びグッズということでですね、ご紹介していきたいと思います。まずその1ということで、デカバドミントンです。デカバドミントン。 まあ聞いたことないとは思うんですけれども、もしかしたら聞いたことあるかもしれませんね。あの、通常のバドミントンだとこう外だとやりづらいですよね。まあ、バドミントンで基本的に室内で体育館とかでね。やるもんなんで。室内のイメージがあるじゃないですか？で、外でやるとどういう風うになるかって言うと、あのシャトルがね。飛んじゃうんですよね。例えば風に流されて飛んじゃうから。 ま,ああのまともにこうバドミントンできないですよね外だとただこのデカバドミントンってどんなものかっていうとシャトルと、まあ、ラケットももちろんでかいんですけどシャトルがとにかくでかいんですよ、まあ、なので多少の風であったら、まあ、外でもバドミントンができるという商品グッズなんですねそれぐらいでかいんですよシャトルがうん まあなのでこのデカバドミントンを外でやるっていうのはいいんじゃないかなということでねおすすめしたいと思います、まあ、ただこのデカバドミントン、まあ、他の外遊びグッズも一緒なんですけれども周囲への配慮とルールを守るということについてはまあ気をつけていきたいですよねあんまりね興奮しすぎると周りが見えなくなったりしちゃうのでそこは気をつけていきたいということですキャッチボールですねキャッチボール 定番なのは野球のボールとグローブを持ってキャッチボールをするということですよね。その野球のキャッチボールもいいんですが、他にもキャッチボールできるグッズがあるんですよね。いわゆるメインファスナー、マジックテープとかベルクロとか呼ばれるようなボールとグローブみたいなのがくっつくような商品あるじゃないですか。あれもなかなかいいですよね。あれなんかもう室内でも遊びますし、 公園でもね、遊ぶことができるので、面ファスナーのボールとグローブでのキャッチボール。これもいいですね。もちろん、周囲への配慮とルールを守る。これについてはね、まあ、気をつけていくということですね。えー、フリスビーですね。フリスビー。まあ、フリスビーというと、やっぱ真っ先にイメージされるのが、まあ、犬にキャッチしてもらう。っていうことですよね。犬にこう、パッと投げてね、パ、えー、クッと加えて持ってくると。 いうようなことがイメージされますけれども犬にキャッチしてもらうだけじゃないんですよねフリスビーの使い方はもちろん他にも人同士でですね、キャッチボールならぬキャッチフリスビーといった遊び方もできますまあ、結構これ楽しいのでおすすめですまあ、ただもちろん周囲への配慮とルールを守るということについては気をつけていきましょうサッカーボールですねサッカーボール サッカーというと、まあ、ゴールに向かって、えー、両方のチームがこう争っていくっていうスポーツですがもちろん公演出す場合はゴールがなくても大丈夫ですねゴールがなくても大丈夫、まあ、キャッチボールキャッチフリスビーならぬキャッチサッカーボールをやるということもできますね、まあ、周囲への配慮とルールを守るということについては、えー、気をつけていきましょう で、ここでですね、外遊びグッズがない場合とある場合でどんな風になるのかということについて確認していきたいと思います。まあ、例えば、休日なんかに朝起きてこうカーテンを開けてみると、まあ、晴れてると。まあ、するとお父さんがですね、よし、今日は外に遊びに行こうか、なんていう風うに子供たちに言うわけですね。すると子供たちは、いいね、そういう風に声に行きたい、なんていう風うに言うわけですね。まあ、ただ、パパからするとですね、 うん。それぜ公園は遊具がないからな。遊具があるかないかっていうのが気になるわけですよね。お子さんが遊ぶことができる公園かどうかっていうのがやっぱり気になるわけです。そうするとですね、子供たちはこういうわけですね。じゃあ桜公園かもみじ公園はなんていうわけです。ただやっぱり、うん、どっちも遊具が少ないからな。いつも通り、じゃあどんぐり公園にしようか。なんていうふうに言うわけですね。でそうすると、やっぱり同じようなプロセスでいつも公園を 決めているので、子供たちとしてはですね、えー、またどんぐり公園みたいな反応になっちゃうわけですよね。まあ、こんなこともあるのではないかということですね。ただ、ここで、外遊びグッズがあるとどうなるかっていうと、まあ、こんな風になるわけですよね。同じように、よーし、今日は外に遊びに行こうか、なんてお父さんが言うわけです。すると、お子さんがですね、いいね、そういう風で公演に行きたい、なんて言うわけですね。で、今回はですね、外遊びグッズがあるので、 すると、おお、オッケー、そういうこで声に行こうっていうわけですね。で、お子さんももう何回も言ってるのを知ってると、じゃあ、デカバドミントンしようよなんていうわけですよね。デカバドミントン楽しいのでね。で、すると、いいよ、キャッチボールでもフリスビーでもいいよっていうわけですね。外遊びグッズがあるのでね。すると、お子さんがですね、じゃあ、全部やろうよなんていうふうに言うと。もちろん、現実的には、 えー、デカバドミントンかキャッチボールかフリスビーか、まあ、どれか一つか、多くても二つぐらいになるんでしょうが、まあ、こう、選ぶ選択肢が出るということです。ということで、今回は公園での外遊びを楽しめる道具についてご紹介させていただきました。この度も再生いただきましてありがとうございました。スモールビジネス特化の学び屋、この早でした。